ようこそもっと知りたい話題へ。ナビゲーターの彩香です。さて、世界には現代の科学をもってしても解明できない不可解な現象が確認できる場所がたくさんあります。また国を挙げての政府による隠蔽説や UFO を絡めた陰謀論まで発展しながら、今に至るも誰にも解明できない未解決事件が数えきれないほどあります。世界に散らばる数々の謎やミステリースポットは人々の好奇心を刺激してやみません。知れば知るほど嫌おうなく闇の中の真相が知りたくなり、好奇心がかきたてられてしまうのです。未解明の現象や事件に潜む得体の知れない闇は、特別な魔力を秘めたまま世界のあちらこちらにいくつも転がっているのです。ということで、今回はミステリー好きにはたまらない、未だに解決できない不思議な場所や事件を5つご紹介します。それではご覧ください。変態フライト19の失踪事件。バミューダトライアングルでの変態フライト19の失踪事件は、事件詳細の奇妙な状況から歴史上最も不可解な航空機事故の一つとして知られています。そもそもバミューダトライアングルが魔の三角海域として知れ渡ったのは、1974年に日本でも発行されたチャールズ・ベルリッツの著書「謎のバミューダ海域」からです。同書が総発行部数500万部以上の世界的ベストセラーになったことで、バミューダトライアングルは伝説として人々の間に浸透することになりました。そしてバミューダトライアングルを魔の三角海域とする証拠的な事件として語り継がれているのが、変態フライト19の失踪事件です。1945年フロリダ州フォートローダーデールの海軍基地から5機の TBM アベンジャー雷撃機の編隊、通称フライト19が飛び立ちました。ところがこの5機、簡単な飛行訓練だったにもかかわらず、奇妙な無線連絡だけを残して消息を絶ってしまいます。加えてフライト19の救助へ向かった2機の PBM マリナー飛行艇のうち1機もバミューダ海域に到着するや否や忽然と姿を消してしまったのです。このフライト19が飛行訓練中に消息不明となった事件は、飛行機消滅の典型的な超常現象として長年にわたって関連著書やドキュメンタリー番組などで報道がなされています。しかし事件の真相は、悪天候やリーダーの不適切な指揮、同乗していたパイロットたちの技量不足などが重なったことで航路を見失ってしまったことにより起きたものだと考えられています。実際のところ、さまざまな書物や報道では実話とは異なる脚色が加えられている場合が多く、まるで都市伝説を望む大衆へのサービスのように、バミューダトライアングルの恐ろしさを強調した物語ばかりが目立っているのです。とはいえ、フライト19の5機とマリナー飛行艇の1機、合計6機に乗り合わせた27人の搭乗者の全てが誰一人として機関どころか遺体すら見つかっていないというのは、あまりにも不可解だと言えるのではないでしょうか。日本にもあったバミューダトライアングル。前述で取り上げたバミューダトライアングルのような魔の三角海域が日本近海にもあることはご存知でしょうか。太平洋の千葉県野島崎と小笠原諸島、加えてグアムを結んだ三角形の海域を、アメリカの超常現象研究家はドラゴントライアングル、あるいは日本の魔の海域と呼んでいるそうです。この呼称の命名は、アメリカのオカルト研究家チャールズ・バーリッツが自身の著書で最初に唱えました。しかし大規模な事故が少なかったこともあり、日本ではそのような呼称がついていることすら知らない人の方が圧倒的に多くなっています。加えて日本の魔の海域もバミューダトライアングル同様、実話とは異なる脚色が多く、懐疑的な意見が優勢です。例えば海難事故の発生年月日や発生場所が実際とは違っていたり、日本近海で発生した海難事故をドラゴントライアングル内で発生させたりといった変更報道まで見受けられます。ということで、ドラゴントライアングルは非常に怪しい説となってしまったのですが、実は日本にも危険な海域はかつて存在していました。その場所は野島崎の東方の沖合に広がる海域で、ドラゴントライアングルとは全く重ならないものの、
1969年から1981年までに24件もの海難事故が発生していました。中には船体が真ん中からへし折られているような大事故にもかかわらず、事件当初は原因が全くわからなかったようです。しかしこれらの謎は運輸省の専門家などが調査を実施し、正体を突き止めました。この海域で多発していた海難事故の多くは異常な大波によって発生するスラミングという現象にあったのです。スラミングとは船が大波に乗り上げてしまい落ちる際に船底が激しく叩きつけられる現象を指します。この結果を受け運輸省は船体の強化を図り、1986年には異常な大波が発生した時に役立つ安全運航支援システム装置を開発したことで、同海域での海難事故は大幅に減少しました。かつて魔の海域と呼ばれ恐れられていた海原は、現在北太平洋の重要な航路の一つとして大切な任務を果たしています。地図から消滅したベルメハ島。ベルメハ島とは16世紀から20世紀に描かれたいくつかの地図上でメキシコ湾のユカタン半島北海岸に記載されている島です。この島は16世紀の著名なスペインの地図作成者によって近隣諸島との位置関係も含めて正確に記載されていました。その後も1539年のマドリードや1540年のセビリアなどで島の存在が確認された地図や著書が発表され、1844年のイギリスではフランス系メキシコ人の作図家ミシェル・アントチュー・コルファが島がおよそ108メートル沈没したと報告しています。さらに1914年に作成された地図にはアメリカが所有権を主張しているとただし書きまで添えられています。しかし1997年の調査ではその位置に島は見つからず、メキシコ国立自治大学が2009年に実施した広範な調査でも島の発見には至りませんでした。どちらにしても現在の地図にベルメハ島は存在しません。現在島が見つからない理由には諸説あるのですが、最も興味深いのはアメリカ合衆国が自国に割り当てられる経済水域を拡大するために CIA が島を破壊したと主張する陰謀説です。アメリカにとってこの島が邪魔な理由ははっきりしていました。実はこの島はアメリカ合衆国とメキシコの排他的経済水域に密接に絡んでいるからです。そもそもこの島が注目された理由は、今から30年ほど前、両国の排他的経済水域が接している海域から埋蔵量220億バレルにも及ぶ大きな海底油田が発見されたからなのです。発見された油田は当初両国が取り決めた相互条約の下で採掘されるはずでした。ところが1997年相互条約は無効となってしまい、それとほぼ同時期にベルメハ島が忽然と消えてしまったとメキシコ政府は主張しています。ベルメハ島が実在する場合、石油の採掘権の境界はメキシコ側に有利になるからです。いずれにせよベルメハ島が事実上消滅したことで、アメリカの排他的経済水域は大きく広がり、その直下に眠る海底油田の採掘がやりやすくなったことは確かです。メキシコのアメリカに対する不満がある限り、この陰謀説が消えることはないのかもしれません。消えた植民地ロアノーク島。1584年英国ではエリザベス1世より北米大陸に植民地を築く特許を与えられたウォルター・ローリー卿が、翌年1585年と1587年に北米大陸で最初の開拓地を設立しました。このうちの一つ重要な拠点とされていたのがロアノーク植民地です。ロアノーク植民地は指揮官はローリー卿の友人でもあったジョン・ホワイト総督が担い、1585年から3年間自ら率先して開拓に励んでいたものの、重大な食糧危機に直面してしまい、ホワイト総督は一度英国に帰還し物資の補給を行うことにしました。この時点で入植者は男女子供合わせて115名が暮らしていたとされています。1587年物資を積んですぐに戻るつもりだったホワイト総督は、折からの衛星戦争の影響を受け
帰還が遅れてしまい、ロアノーク島に帰ったのは3年後の1590年になってしまいました。やっとの思いで上陸したロアノーク島に115名の植入者は一人もおらず、ホワイト総督が確認できたのは木に刻まれた CRO という文字と防護柵の一部の柱に刻まれたクロアトアンという文字だけだったのです。それは事前に決めていた約束事で、もしも島を去るときには行き先を木か柱に刻んでいく、さらに緊急事態の場合には十字も刻むというものでした。木にも柱にも災難を意味する十字はありませんでしたが、入植者たちが別天地へと旅立ってしまっただろうことは伺い知れます。しかしホワイト総督は植民地事業主であるウォルター・ローリー卿の意向によって115名の入植者を捜索することはできませんでした。そうして消えた115名は一つの歴史ミステリーとして失われた植民地と呼ばれ、400年もの間語り継がれてきたのです。この謎はファーストコロニー基金やロアノーク事件を考古学的に調査するクロアトアンプロジェクト、ロアノークの失われた植民地 DNA プロジェクトなどによって現在も粛々と解明に向けた研究が進められています。メキシコ北部のサイレンスゾーン。2018年にメキシコで制作された映画サイレンスゾーンは実話から着想を得た物語です。メキシコのバミューダトライアングルと言われているサイレンスゾーンはメキシコ北部チワワ砂漠にある、距離にしてわずか 50km、 広さ40万ヘクタールのエリアになります。かつて隕石が衝突したと言われているその場所には電波が届かず、地面にある石にコンパスを近づけるとぐるぐる回って使い物にならなくなり、それ以外にも様々な奇妙な現象が確認されている地域です。サイレンスゾーンという名称は1966年にこのエリアの調査に訪れていた石油会社ペメックスのオーガスト・ハリー・デラペーニャが電波が届かないことに困って名付けたとされています。この場所が国際的に注目を集めたのはアメリカのニクソン政権時代です。1970年に上層大気調査のためにユタ州グリーンリバーの空軍基地から打ち上げられたアメリカのロケットアテナが、計画ではニューメキシコ州ホワイトサンズ近くに落下するはずだったにもかかわらず、サイレンスゾーンのど真ん中に落ちたことが新聞の一面を飾りました。映画サイレンスゾーンはこの時の事件を元に作られたと考えられています。事故処理を取り仕切ったのは元チナの有名なロケット科学者ベルナー・フォン・ブラウンです。ブラウンはメキシコに28日間滞在し、アメリカ人研究チームと一緒に調査を行いました。砂漠の中に臨時の寮、研究室、厨房、医療施設を準備し、滑走路まで作り、時にはセスナで探索飛行を行ったりしながら、大量の残骸を直接ヒューストンへ移送していたそうです。しかし、小さな町ほどの規模があった施設は、今は跡形もなく、建物が存在していた痕跡すら残っていません。それでもサイレンスゾーンでは今でも相変わらず不思議な現象が次々と報告されています。例えばものすごい数の流星が降り注いだとか、空に異様な光を見たとか、奇妙な生き物に出会ったといった映画サイレンスゾーンに勝るとも劣らない不思議な話がたくさんあるのです。さて、いかがでしたか？今回は未だに解決できない不思議な場所や事件についてご紹介してきました。未解決事件とは犯人の逮捕、判明、発覚など解決につながる結果が一切公表されない、主に刑事事件のことを言います。捜査が行き詰まった事件、あるいは公訴時効が成立してしまった事件は迷宮入りとも言えます。迷宮入り事件のことを英語では通称コールドケースと表現されるようです。世界各地に点在する謎を秘めた場所や解明されない事件は、いつか誰かによってその真相が暴かれる日が来るのでしょうか。もしかしたら私たち自身がこうしてその事件や場所を知ることによって、時間と空間を超えて尋ね歩き、好奇心という危険で情熱的な感情でその真相に迫ることもあるのかもしれません。
それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。